日本の教育として、この項目では日本における教育を解説する。日本における教育は、単に学校教育という教義にとどまらず、家庭教育や社会教育なども、その意味に含まれる。英語のエデュケーション、日本語の教育の語源である、今日は励ましも放させること、いくは子供が生まれること、または子供を養うことを意味している。この語が、 日本で使用されるようになったのは江戸時代からと言われており、それ以前の日本や中国では教家という語が用いられていた。現在の日本語では教家の概念を英語のインドクトリネーションの訳語に用いている。日本の教育は文部科学省が所管しており、教育基本法に則っ,っている。日本は欧米に次いで世界的には比較的早い明治期から、 大正、昭和平成期と明治維新以降近代的な学校教育の施設、制度を整備し、公教育、一般教育、義務教育を実施した。欧米以外で母語による高等教育を実現している数少ない国でもある。教育政策においては、科学技術創造立国、教育立国として、国家戦略として、教育の重要性を位置づけ、 生涯学習や高度専門教育の拡大、構造改革における教育特区の認定、専門職大学院の設置、高等教育の国際的な研究力の向上、海外留学生の受け入れ拡大などの諸姿勢が取られている。詳細は日本教育史を参照寺小屋の筆子と、女性教師一寸史、花里文学万代の宝、 日本で初めて教育制度が作られたのは701年の大法律令とされる。その後も貴族や武士を教育する場が存在し、江戸時代に入ると一般庶民の学ぶ寺小屋が設けられるようになった。初等教育から中等教育、高等教育までの近代的な学校制度が確立するのは明治時代である。第二次世界大戦後の教育は、 学生改革に橋を発し、日本国憲法と教育基本法、学校教育法に基づいている。日本の教育政策においては、文章で教育の根本理念を明示したものとして、戦前は教育直後に排除、執行確認が、現在では教育基本法がある。学校教育制度としては、戦後、小学校、中学校、高等学校、 大学の6.33.4生が取られてきたが、近年では飛び級や中等教育学校の認可によって若干変化しつつある。詳細は日本における学校及び日本の学校制度の変遷を参照国際標準教育分類においては日本の教育段階を以下に分類している。初等教育、中等教育における就学率は高い。2012年時点で 日本の25の64歳人口の53%は中等教育レベル以上を修了している。日本では子供に対し9年間の普通教育を受けさせる義務を負う。これは一般的には小学校6年間及び中学校3年間にて行われる。例外としては就学猶予と就学免除規定がある。年齢主義の考え方が強固であるため、飛び級は一部を除いて存在せず。 修学猶予や言及留置もかなり少ない。また学年内の同年齢率が非常に高い。前期中等教育までの公立学校では、全児童に平等な教育を施すことを重視している。反面、個々の能力や学習の習熟度に応じた教育があまり行われてこなかったが、一部では習熟度別教育も行われている。進学競争の面では、国立、 私立の小学校、中学校、高等学校や大学への入学試験の競争が激しく受験戦争と呼ばれる。一方、入学してから学校卒業までのハードルは欧米の教育機関に比較して少ないと指摘されている。日本では塾や予備校といった学校外の教育機関が発達していることがその教育の特徴として挙げられることがある。かつては これらが受験戦争の一員であるとして批判されることも多かったが、現在では学力向上に果たす役割が再認識されている。近年では NGO などを中心に学校外で広く社会や生活に関わる学びの場を拡充する動きも見られる。高等学校は学力による学校同士の階層化が一しい、学校が家庭生活の現場への介入をする傾向が強い。 近年では、前期中等教育終了段階での就職が想定されない教育内容になってきている。人材評価においては、学力試験の成績はあまり用いられず、入学校や卒業校のブランドによって測られる場合が多い。類例のない制度として、論文博士制度がある。社会全体で学校教育の比重が高く、家庭教育や社会教育が注目されにくい。 教育内容、編集詳細は学習指導要領を参照現在の日本の学校教育において必修の科目とされているものに以下のものがある。小学校、中学校、中等教育学校、高等学校においては文部科学大臣の検定を経た教科用図書を使用しなければならない。日本における教育の内容は知識偏重と批判されることがあった。そのため現代でも 批判的思考力、創造力、コミュニケーション、交渉能力などの育成に立ち遅れているとの見方がある。一方、そうした状況を反省して実施を試みた生きる力を重視したゆとり教育に対しても期待していた効果が現れることなく、現在では批判が強い。日本の教育では、しつけを含め、幼少期は自由奔放に育て、 年齢が上昇すると規律を教え込む傾向があり、この傾向は欧米とは反対であると言われている。その反面、日本の教育は確一的で、児童、生徒を個人としてよりも、集団として扱う傾向が強く、また子供の批判的思考力を要請する機能が弱いと批判されることがあるが、それに対する反論もある。日本では、儒教の伝統を引き継いで、 個人の学びや教育それ自体に高い価値を置く傾向がある。その意味で、いわゆる教育熱心であるとされてきた。それとともに、生活全般において社会の道徳規範を身につけることを重視することから、社会秩序の維持も教育目的の一つとして認識されることが多い。教職スタッフ、編集所等、中等教育レベルまでの一条校教員につくには、 教育職員免許法で規定される教育職員免許状が求められる。日本の教員は授業以外の業務に多く勤務時間を割かざるを得ない状況である。小中学校教員らはその年間授業時間は先進国平均以下であるが一方で年間労働時間は先進国平均を上回っている要因として学校における教員以外のスタッフが 英米よりも少なめであることも挙げられる。詳細は日本の高等教育を参照日本の25の64歳人口のうち46%が高等教育レベルを修了しており、これは先進国でトップグループである。しかし進学においては若いうちに進学することが多い反面、30代以降で在学する例が少ない。さらに外国に留学する者は、 生徒の1%ほどである高等教育の学費を全身的に無償化することを定めた国際人権規約の英規約第13条を保留しているのは加盟160カ国中日本を含んだ2カ国だけである多くの先進国では給付型の奨学金が一般的に広く利用されているが日本においては返済が必要な対応型の奨学金が一般的であるがゆえ 昨今の経済事情の繁栄により滞納者が増加し、奨学金制度の見直しの必要性が認められつつ、ある、教育費公費及び死費も参照日本の一般政府、歳出一般公共サービス防衛公共秩序、安全経済業務環境保護住宅、地域アメニティ保険地域、文化、宗教教育社会的保護日本の対 GDP 費における、 教育機関に対する公的支出は3.6%でデータの存在する OECD 加盟国中最も低く EU 平均の 5.5%OECD 平均5.4%と比較される一般的に日本の教育費は支費負担により支えられていると言われるが個人による支出を含んだ教育支出の総額においても日本は GDP 比で5.1%と OECD 加盟国の平均6.3%を下回る。2013年度の統計では日本政府の教育への支出は対 GDP 比率で3.5%と OECD の平均4.8%を下回っている。上位はノルウェーやデンマーク、アイスランド等の北欧諸国が占めている。教育への政府支出対 GDP 比日本。 OECD 平均日本の教育費への歳出を占める割合が低いことは、経済的に困難な家庭の教育環境の問題に直結し、教育格差が世代を超えて固定化していく恐れが懸念されている。政家厚志慶応大教授は、他の税と異なり、高齢者も含む全世代が負担する消費税は、全世代型の社会保障の財源として適切であり、 従来の高齢者への医療費など、社会保障が歳出を占める現状から、子育て世代の支援強化に舵を切るために、消費増税は必ず実行すべきだと毎日新聞のインタビューで述べている。経済協力開発機構の調査によると、日本の成人は読解力、数的思考力において、フィンランドやスウェーデンなどと並んで世界のトップレベルに、ある。 日本の25歳の34歳の中卒者は、スペインやイタリアの大卒者をはるかに超える、読解力を持っていると評価されている。一時期、トップクラスから転落した、日本の成績が6年で復調した成果に、経済協力開発機構も注目している。イギリスの HSBC が、海外駐在院を対象に実施した、働くのに、 最も望ましい国の調査によると日本は全体で18位子供に提供できる教育の質などの項目ではトップとなっている。親の学歴と子供の学歴との関連性は日本では比較的弱いとされ成人の4割は自分の親よりも高い教育段階を修了している。カナダのオタワ大学のこの世代が親の世代の階層から抜け出せずに 同じ階層に泊まる確率の調査では、日本はアメリカ合衆国やフランスよりは低かったが、カナダやデンマークよりは高かった。日米中間の各国の比較においては、日本の中高校生の学校、自宅及び塾で勉強する時間は1日あたり平均8時間であり、これは中国の約14時間、韓国の約10時間よりも少ない、1997年の調査に比べても、 高校生で1時間、中学生では2時間短くなっている。教育の目的に本においては教育の目的を個人より社会の側に置く傾向が強いことを懸念する声がある。第二次世界大戦後の教育では日本社会の民主化が高度経済成長期には産業振興が昨今では新自由主義に基づく国際経済競争や愛国心などが 政策において重視されてきたため、個人がよりよく生きるための教育という理念が軽視されがちであった。教育の内容これまでの日本の教育では、知識変調であったとの認識から、思考力、コミュニケーション能力、想像力などを重視する立場が現在では優勢である。また、個別の領域では、歴史教科書問題、愛国心や道徳教育、また、日本社会では、 タブーとされている性教育などが政治的な焦点となっている。教育の方法日本の学校教育では終戦直後に経験主義的な問題解決学習が導入されたが学力低下への批判から系統学習に基づく詰め込み教育へ移行した。1970年代には少年少女による非行や校内暴力の激化から管理教育が強化されたが 1970年代後半以降は受験競争の加熱を受け、再び段階的に学習内容が削減されていった。近年では学力低下への危機感から再度現在のゆとり教育の見直しを迫る声がある。教育の行われる場所外学習、社会教育に関連して学校外での学びの場をいかに作り出していくか、特に退職後の高齢者の学習支援が 日本の教育における課題の一つになっている。また、かつての家庭や地域は教育、しつけに重要な機能を果たしていたが、その機能が低下していることも問題視されることがある。学校教育近年、モラルにかける教師や保護者の存在が問題視されている。また、少子化や国の予算削減から、学校、特に大学、短期大学の一部が廃校や経営危機に陥っている。 このことが一部学校において学力の不十分な学生を数多く入学させたり海外からの留学生に頼る不健全な状態をもたらしている。さらに教員免許の更新制や教職専門大学院の導入などで教員要請のあり方も変革期を迎えている。子供や若者のあり方いじめ、不登校、学級崩壊、児童、生徒による教師への 嫌がらせ、児童、生徒が被害者、加害者となった凶悪事件などが多く報道され、子供の安全と少年犯罪の双方に社会的関心が高まっている。また、若者のフリーターやニートの増加が教育政策上の課題となりつつあり、学力低下への対策や若者の学習意欲向上の法とが模索されている。しかし、これらの問題を教育的な問題というよりは、 社会的な問題と認識するべきと唱える学者もいる。また、少年犯罪は統計上、近年になって急激に増えているわけでもなく、過剰な報道を行うマスメディアを問題視する見方もある。外国人歴史的に外国人の大規模な流入が少なかった日本では、外国人児童、生徒に対しての教育体制は万全とは言えない状態にある。近年、 在日外国人の日本国内の定住化が進み、公立の学校では彼らの母国と相違する習慣や環境などという点で教育現場で大きな問題になっている。また外国人の中には日本語の読み書きや聞く話すことができない子供も少なからずいる。さらに彼らの母国と相違う習慣などを嫌がり、日本の学校へ通学するのを拒否し、去りとて外国人学校の学費が高額で、 経済的負担を懸念して不修学児にならざるを得ない子供もいる。ありがとうございます。